次に篠原貴司君。篠原君。立憲民主党の党理を務めます篠原貴司でございます。もう水俣病を本当に68年とか経って何回国会で議論されているか分かりません。でダブルのを避ける意味もあって最初に来てられますかね、石井政務官来ておいでいただいてますね。そちらの方からお伺いしたいと思います。熊本の人には今熱狂的に迎えられてますけど TSMC、 私はこれ非常に心配してるんです。第二の水俣病になるんじゃないかと。皆さんご存知だと思います。シリコン半導体、シリコンバレーとよく言われますね。なぜかというと半導体作るには水が、しかもきれいな水が必要なんですよ。だからですね、長野県で言えば稲谷があるんです。シリコンバレーと呼ばれているところもあります。榊町というの、僕の選挙区じゃないんですけれども、まあ、上田と長野の間にある、そこもシリコンバレーと。で九州を川島前知事は新たなシリコンアイランドと言ってると。で原発もそうです。明るい未来のエネルギーと。それでもっとみんな他も決してワイワイ言って問題あるのをですねチェックしないんですよ。また同じことが行われていると。経産省は非常に無責任だと思います。日米半導体摩擦というのがあったんです。日本が世界の半導体の大半を生産し輸出して相手の国の産業を潰していると、やめてくれとアメリカカンカンになって怒って、そのおかげに日本は買えと言われて、金額で大きくなるのは航空機です。航空機はまあ日本作ってませんから買えばいいわけです。金額的にはささやかなんですけどね、林産物いっぱい輸入させられたんです。こういうのは中山間地域の疲弊につながってるんですよ。そうやっておきながら円高事業対策とかやってましたけど、途中からのぼせ上がったんです。もう弱い産業は日本国になくたっていいと、競争原理を働いてて、もう東南アジア、労働集約的なのは東南アジア、中国に行ったっていいと、先端産業だけが日本に残ればいいという、まあ、生意気ですよ。まあ、人間も生意気になっていく人いっぱいいるんですけどね、産業界もそうです。経産省は生意気になって一切援助しないというのでやって、このざまですよ。ないと。車もエンジンで走ってるのはあるんだけれども、半導体、車に積んだ車載半導体が必要だと、それがないというので日本の自動車産業真っ青になったわけです。で補助金けしからん、補助金けしからんと言っときながら5000億近い補助金を一企業に出すと。農林産省は真面目ですよ。一農家に補助金出しません。そっちは融資です。共同でやってるのにしか出さないんです。つろまかしがあったりいけないしです。ところが一大企業にで進出してくると、日本に行ってやるという態度だと思いますけど、私は違うと思います。台湾で文句言われっぱなしなんです。 TSMC、MC は中国の企業だと。で台湾を汚しまくってると、サイエンスパークとか言われてます。第一と第二があると。近隣住民カンカンです。森は切る、まあ、日本で数少ない東京の森を切ったりしてるとんでもない知事もいますけどね、めちゃくちゃですよ。出てけと追い出されてるんです。 そこはちょうどいいからと、水が豊富なんです。だからで地下水、熊本市周辺の人たち100万人地下水、地下水のきれいな水を飲んでるんです。川を流れて止めてそれ浄化してるんじゃないんですよ。水前寺公園ってのありますけど、あの 水が豊富だからなんです。こういう実態を経産省は知っているんでしょうか。私はこれも騙しですよ。全然しらばっくれて、そして歓迎一色で受け入れていると。なんかちょっと最近の新聞調べましたら多少あったですね。
熊本だけです。全国にはあの全国紙のところに書いてあるんです。熊本版のところに熊本県がそれは心配だと言ったけれども、いやみんな環境規制きちんとやっててそんな問題はない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 と言ってで帰ってきて、だから安心だと言って工場を作ってると。この実態を経産省は知ってるんでしょうか。政務官は承知していますか。石井経済産業大臣政務官。はい、はい、篠谷委員のご質問にお答えさせていただきます。あのまず台湾での TSMC の、 あの水素汚染が問題になっているかどうかという話におっしゃられまして、TSMC の工場が立地する台湾の、新竹サイエンスパーク周辺地域において環境汚染を懸念する声があるということは承知しております。こうした懸念を受けて昨年夏熊本県庁が現地を訪問し調査を行ったところ、 TSMC が原因で深刻な環境問題が発生している事実はない旨を確認し、その結果については公表されているものと承知しております。経産省としても引き続き状況を注視するとともに自治体とも連携し、必要に応じて、自治体というのは熊本県ということでもございますけれども、連携して必要に応じて対応を行ってまいりたいと、そう考えております。篠原君。委員長。どこだ、聞いたセリフですって。我が日本国で水俣でも阿賀野川でも何年、いやうちが悪くないと何年言ってたんでしょう。もしこうだったらと分かってたらと早くやっていたら、さっき野間さんの質問の中にありました、早くテレビの後ろの方で早くこれをやっていたらと、健康調査もありますけど、早く分かっていたら、早く公害認定していたら、最初はみんなそう言ってるんです。だまくらかしてるんです。同じことを今やってるんです。それは台湾は出てってもらいたいから、公害で困ってるから出てかせるなら誰が言いますか。そんなの確実、私の言うことをこんなこと言っちゃいけませんけど、よく当たるんですよ。みんなさっき本当にとぼけたことしてるんですよ。こんなことしていていいのかと僕は思いますよ。あれだから台湾政府も TSMC に文句言えないんです。日本のトヨタは農業創生産額をしのぐ売り上げだ、 GDP の 10% です。ところが TSMC は台湾の 19% も占めてるんです。だから文句言えないんです。だから水俣ね、分かってても水俣の文句を言ったら水俣市が生きていけないからってみんな黙ってたのと同じ、水俣市で窒素殿様だから窒素がなかったら困るからと、同じことが台湾でも起きてるわけです。そしてこれは熊本にまた来てるんです。どうして私は不思議だと思います。でこれ先言うとよくなんで、長野県の人に嫌われるかもしれませんけど、びっくり仰天ですよ。 PFAS、 千曲川が汚染されてるんです。なんで千曲川が汚染されてるのか僕は気になってるんです。で県庁に聞いたって何とか分からない答えに返ってきません。だから農薬だとか同じことが言われる、農薬汚染じゃないかと、マルチ栽培ってのビニールをかぶせてあっかからなんか染み出てるんじゃないかと、私は違うんじゃないかと、あんまり断定的なこと言えませんけどね。半導体にはいろんな特殊なガスも必要だし、液晶のところをきれいにするのにエッチングとか使用するんだそうですけど、そこに PFAS が使われてるんです。長野県は軽薄炭焼しか成り立たないです。工業では重化学工業なんてありえないですね。港から離れてますから。だから私のところで言えば新興電機、新日本無線とか半導体産業なんです。私はそこからいっぱい有毒物質が流れてるんじゃないかと。日本人は汚染されてしまうと、きれいな水を求めてきたところで汚染されてしまうんです。これね、私はほっといてもらっちゃ困ると思います。絶対に二度と同じ間違いをしないようにとしてもらいたいと思います。熊本県にも警告したいと思います。やめるべきだと思います TSMC。 そんなに大事だったら自分たちまたゼロからやり直せと。そして絶対必要なのは競争原理来てますけど、必要不可欠なものの何パーセントかぐらいは 50% ぐらいは国内で作る、それで食料
まあ、それになるわけです。経済安全保障大事だと、まあ、それどうしてるかというと傑作です。陶器淡水といって、この辺で分かる人いますか。陶器淡水、冬水を溜めとくんです、田んぼに。で、九州は裏作できるんです、麦でも大豆でも何でも。冬の間にそれやめて水を溜めておいてくれと、水がなくなるからと。食料安全保障をそっちのけで、半導体の水のために田んぼに水を溜めておいて、そしてまあ地下水を豊富にしてと、そこまでしてるんですよ。しかしそこまでやって汚染水をだんだん流されて、日本中が汚されるんです。また金金金でやりだすんです。もう私見てられないと思います。ちゃんとこれ国会でこういう質問をしている人が今までいたのかどうか分かりませんけど、ね、重大警告をしておきます。もう政務官これで結構です。経産省が戻ってからこれをちゃんと伝えていただきたいと思います。次に、今まで皆さん触れていられないことなんですが、環境省の職員の構成の問題です。熊本に源に行かれた方、部長さん、上野田部長さん、それから室長さんとか、医系技官の方ですね。だけど、ちょっと聞いたら、みんな厚生労働省を採用で、厚生労働省からの執行だと。環境省できて何年ですか、1971年にできたんです。環境省になったのは2001年です。医系技官、環境省にもいっぱい必要ない、なんでそんなことするの。あっち行ったりこっち行ったりするのはいいんです。だけどホームグラウンドが環境省で、県に出向する厚生労働省に行く、外国のどこかに行く、だけどホームグラウンドは環境省だという意見機関を作っておかなくちゃダメじゃないですか。こういうところ頼んでるとどうしてそういうことしないのかと思うんです。大臣、これは大臣の鶴の一声で直せますから、直してください。伊藤環境大臣。お答え申し上げます。いつも重要なご指摘をいただきましてありがとうございます。まあ、少し事実関係を申し上げて、私の意見を申し上げたいと思います。ご案内のように環境庁発足から53年が経ち、多数の職員を環境省で採用育成してきております。で、まあ、こうした職員は多様な専門性、医系技官もそうですけども、有しており、複雑高度化する行政ニーズに迅速かつ的確に対応するため、まあ、それぞれ貢献していると思います。まあ、ご指摘の医系技官でございますけれども、まあ、医系技官を含めてですね、環境省としてこれから多様な職員採用を育成してまいりたいと思います。ただ他省庁との比較を必ずしも出すべきではありませんけれども、環境省におけるプロパーの職員比率はどんどん高まってきております。ただ残念ながら今プロパーで意見がいないというのも事実でございますので、そこも含めてしっかり改善してまいりたいと思います。篠原君。ずっと環境省にいる必要はないんですよ。だけど環境省でずっと行くんだと、ここがホームグラウンドだという人を作らなきゃダメです。これちょっと余計な話ですけどね、大臣何でもできるというのは、高村正彦外務大臣の時にね、僕は同じように建設的な提言をしたんです。どのかというと、アフリカ大事だ、ティガッドとか言ってやってられるけど、アフリカに若い頃行ったりしたら、その人たちは偉くしないと。だから聞いたことなんて言っちゃ悪いけど、そういう人を大使にしてるって言ったら、ちゃんとやりますと。あれ、あの人勝ち気ですからね、それで聞いて、それからね、3ヶ月後ぐらいに、大臣官房の課長3人を一斉にアフリカの大使にしたんです。そういうことできるんですよ。さっき、大臣だから何人もできる、幸せなポジションだと言ってられましたけど、そういうことできるんですから、ぜひやってください。それじゃあ、本番の、時間はそんなにないんですけれども、水俣病です。やっぱりですね、何が一番問題かというと、私はいっぱい今までの排水を止めなかった、公害の病だと認定しなかったというのいろいろあります。だけれども何がしてなかった、国の責任だと認めなかったと、何が一番いけないかというと、健康調査してないことだと思います。僕は初めて知りました。熊本県がもうとっくの昔にちゃんとしたのを出してた。
小野さん知ってましたかね、もう本当ね、それを国が全然採用しないで調べくれてると、こんなとこやったことあるかと、これを全部やったりしたら、いや隣を気にして手挙げられないとかさ、なくなるわけですよ。国や県がちゃんと検査してくれた、そして俺は私は水俣病だと、だからといってじゃあこういう程度だったら、その人によって症状違いますからね、それで分かってくるわけです。それで一斉に解決できるわけです。これぜひしていただきたいと思いますけどね、なんでこれができないのかと。大臣お答えいただきたい。伊藤環境大臣。特措法第37条3項で、省の改善が必要であるというふうが謳われておりますので、環境省としては、農事系と MRI による省の改善を進めてきたところでございます。なんでとおっしゃられましたけど、私も必ずしも医学研究者はないんですけれども、この手法の開発にあたってはですね、まず研究にご協力いただける患者さんを探し、研究内容をご説明して、個別に同意をいただいた上で、医療機関で複数の検査を受けていただく必要があります。こうした形で丁寧に研究を進め、さらに汚染地域外のお住まいの健常の方にもご協力いただいて、科学的知見を分析可能となる300人以上の規模の対象を集めてきて、いるわけでございます。この結果、この手法の開発が一定の精度に達したところから、昨年度立ち上げた研究班において健康調査のあり方の研究が進まれており、こうした専門家による議論も十分に踏まえながら、できるだけ早く検討を進めてまいりたいと思います。一方で、この水俣病問題については、これを繰り返して恐縮ですけれども、公害健康被害補償法に基づいて3000人が認定を受けて、補償を受けられるとともに、これまで平成7年と平成21年の2度にわたる政治救済により、合わせて5万人以上が救済されております。で、この水俣病対策でございますけれども、熊本、新潟で意見交換を進めるとともに、よくお話をお伺いしてですね、今までの長い歴史、複雑な状況、これを十分に踏まえつつ、真摯に、前進させるために全力を挙げてまいりたいと思います。委員長、はい、篠原君、時間が押してますんで、ちょっと僕がわーっと言いますから、聞いていただきたいと思います。資料の 4ページの資料を出してありますけど、3つの判決、これ違うんですよね。で、ごどごどしてるんで、もうこんなに各地の判決もですね、まちまちだったら患者の皆さん困りますよ。司法がラストリゾートですけど、これに頼ろうと思ってても、大阪地裁のようにみんななるんだったらいいんですけど、これはやっぱり行政がやらなくちゃいけないと思います。司法と行政と立法と3つに絡んでるんです。日本のシステムが問われてると思います。68人もたって、これ一つ解決できないのかと、何をしているのかと。で、次のページは前の時にも提出しましたけど、和解に至っては国が、総理が行って解決しているんです。ハンセン病も総理談話、総理談話で解決したはずです。そしてそういうことできるはず、それが2ページ目です。そして次はですね、去年の9月の私の、長野駅前で月曜日、凱旋をしているんですが、その時のペーパーです、その2ページ目のところ見てください。ここでちょっと言ったかと思います、あんまり言ってないんですが、ドミニカに農業移民で行ったところは、土地が全然利用され、嘘で提供されてなかったと、それでもう路頭に迷うわけです。で、我が日本国、金持ち日本国は、小泉純一郎総理が談話を発表して、1人200万円と、その時に保証したと、ドミニカ政府は黙ってたと、しかしお金がたまってきたんでしょうね、びっくり仰天ですよ。43世帯、家族に対して1家族当たり2000万円の保証をするというのを発表してやってるんです。貧乏国なんて言っちゃ悪いんですが、そのお金もない国はこういうことをしてるんです。日本国はなんでここに書いてあるんです、謝らない、失敗を認めない、日本はそうなんですよ、しつこいんです。そんな中でですね、私の個人的なことですが、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。もうほとんど環境省の人たちも知らないと思います。山の内豊則さんという立派な方がおられたんです。環境庁ですよ。1937年生まれ、私より10歳ぐらい上ですけれども、それで企画調整局長で、
悩んで自殺されたんです。この方、まあ、私なんで知ってるかというとですね、霞が関ペンの会というのがあったんです。どういうことかというと、霞が関の役人で本を書いてると、自分のやった法律の解説書じゃなくてそうじゃない本を書いてると、で山口さんから電話かかってきて、私はアメリカは田舎の留学っていう本を出したと思います。でそういうことやりたいから会に参加してくれて勉強会やったりすると、非常に優しい人でした。物押しが柔らかで、だからそういう人だから私は入ったんです。他に、竹本直和さん、それから厚生労働省の先輩だ大泉博子さんといました。でこの方が本当は水俣病の患者を救いたいから全面的に和解したいというのを、国は絶対和解しちゃいけないと、そもそも福祉行政をやりたいということで厚生省に入られた、そういう人なんです。そういう人なのが、ほんで命を絶たれるわけです。びっくり仰天ですけど、命を絶たれる1990年ですけど、環境庁長官が30年ぶりに水俣を訪問してるんです。そういう高圧的な国なんです。現場にも行かないと。それからすれば大臣大したもんですし、だいぶ日本国政府も柔らかくなったと思います。で私はちょっとだけですね、つなぎで水俣病被害者と共に歩む会の会長っていうのをやってたんです。私の選挙関係ないんですよ。たった一つ、ね、環境委員会の近藤さんにすぐ主みたいになってるんで、まあ、しょうがないから近藤さんやった方がいいんですけど、嫌がってましたね。なんでやったかというとですね、この山内さんの無念を晴らすことができるんじゃないかということで、しかし私よりもあの罠を抱えた西村ちなみ、そのすぐ水俣のすぐ南の野間武志の方がふさわしいから会長と事務局長にしてうまくいってると思いますよね。これはね、やる気があるかどうかですよ。山内局長自ら命を絶たれた方、この無念を晴らしていただきたいと思います。で環境省の職員の皆さんにまずそういう気持ちを持っていただける。さっき川内さんが裁判に負けたかったとか言ってる、そんなんじゃないよと、当たり前ですよ。それでうちの方の変な人たちがこの問題マイク切断した事件があった時に、お環境大臣の首取れるとか言って喜んでいたのを見ましたけど、僕は怒鳴りつきました。何バカなこと言ってんだと、そんなのオチではないと。ちょうどこういうのがあったから、これまあちょうど攻めたりするからこんなことがあったんだ、これをきっかけに水俣の患者を一気に救うんだと。だからそういう機会、今大臣は大変かもしれませんけど、そういう機会に恵まれておられるんだと思います。この絶好の機会をぜひ生かして解決していただくことをお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩といたします。